はい、それからあと五感ですね。長さ2の巡回置換、つまり巡回置換の中でも、特にその長さが2の巡回置換、つまり、こう、i と j っていうような数字を、交換する形の置換を五感と言います。で、その五感の性質、五感に関連する性質なんですけれども、まず教科書の70ページにある古代で、この任意の置換は巡回置換の積で表されるということが示されます。で、先ほどですね、これはどういうふうに示されるかっていうと、先ほどの、この授業の最初にやった方の例でですね、この与えられたシグマを、巡回表示したことになりますね。巡回表示しましたね。巡回表示すると、こういうふうなサイクルの積になるということをやりました。で、ところが、この一つ一つのサイクルっていうのは、実は全部巡回置換なので、こういうサイクルを並べて表したということは、すなわち、このシグマを巡回置換の積で表したということになります。はい、それからあと、これも後々の使う性質ですので確認しておきますと、教科書の定理3.3、70ページなんですけれども、任意の置換は五感の積で表されますということで、先ほどの補題からですね、まず任意の置換は巡回置換の積で表せることが分かったんですけれども、この巡回置換というのは実は五感の積で表されるんですよというところで、実際例えばこの i1 から in っていう n 個の数字を並んだ巡回置換ですね。これが i1、i2 と i2、i3、点点点と in-1、in の積になっていることが分かります。容易に確かめられると、教科書には書いておりますが、もしそうですね、疑問がある人はですね、適当な巡回置換自分で作ってみてですね、実際に計算してみると確かめられますので、ぜひやってみてください。例えば1347っていう置換がですね、先ほどの定理に従うと、13と34と47っていう五感積で表されるっていうのは、ちょっとこれで説明しました。で、それどういうふうに書いたかっていうと、ここにその134、まずここに高等置換をこう持ってきたわけですね。1347をそのまま書いた。で、これに、右側から4734、13というのを順番にかけていきます。で、47をかけると、4と7がひっくり返りますね。で、それにさらに、34っていうのをかけると、これは3番目と4番目がひっくり返えー、じゃない、3番目と3と4がこう置き換わるので、こうなります。で、さらにこう13っていうのをかけると、1と3が入れ替わるので、こういうことになりまして、実はこの1347という置換が得られたということが分かると思います。ちょっと資料にありますので、後で確認してみてください。で、ここからですね、その五感の符号と、それから偶置換、奇置換について説明していきたいと思います。今の定理ですね、その任意の置換はですね、五感の積で表せますという話をしたんですけれども、その時にその任意の置換を五感の積で表した時に、その積の個数が奇数になるか偶数になるかっていうのが、今後その行列式を定義する上で重要になってきます。そこで、今日の最後のところでは、この置換の符号というものを定義しまして、その置換を五感の積で表した際の性質について調べていきます。で、その置換の符号ですね、これが教科書の70ページにあるんですけれども、置換シグマに対して次の式で定義される式をですね、シグマの符号と言いますということで、こういう式がバーッと出てきたんですが、多分あれですよね、なんじゃこりゃって感じですよね。ですので、とりあえずこれが何を意味するかというか、ちょっと解読していきましょう。ちょっとじゃあ、今回のですね、授業の最初に取り上げたこの置換を例にとってですね、この
符号の定義っていうのをちょっと解説していきます。で、それからと今回のその痴漢でこういう図を出しましたけれども、これをこれは僕の授業で勝手に呼ぶんですが、このシグマのグラフと呼ぶことにします。そして、この数字の i からですね、シグマ i、例えば1から2とか3から1に行く矢印をこのグラフの辺と呼びまして、こういう形、i とシグマ i っていう記号で表すことにします。例えば辺、5から3に行く矢印のことを辺53と呼ぶことにします。で、先ほどその定義に出てきました、このこれイプシロンですね、このシグマの符号の各因子っていうのは、この一個一個の括弧の中、括弧のものですね。これっていうのは、こういう形をしています。分母が J-I。で、分子はシグマ J-、シグマ I という形をしています。で、まずこれを解読していきますと、実は、まずこれですね、この、記号なんですけれども、これは積を取るという記号ですね。こういう形のものの J と I に関する積を取りますということで、で、どういうふうに積を取るかっていうと、これはこの π っていう、ギリシャ文字なんですが、この π っていうギリシャ文字の下に、i が j より小さい、j がより大きいって書いてますね。これは、i が、j が i より大きいような、すべての数の組み合わせを取るっていう意味です。ですので、1から n までの中で、その、j が i より大きいようなすべての数の組み合わせを取ると。でそうすると、まず、j が i より大きいですから、j-i っていうこの分母は常に正です。で、一方で、この分子ですね、このシグマ j-i っていうのはどういうものかというと、これ例えば、今、そうですね、i と j を、例えば、i を1、j を3としたときに、シグマ i とシグマ j っていうのは、この、i と j がそれで移った先の、シグマで移った先の数を表すんですね。ですので、これは、例えばそうですね、先ほどの、1、3に関して言うと、1をシグマで移したものは2でして、3をシグマで移したものは1になってるんですね。そうすると、シグマ J マイナスシグマ I ということは、その、J で移ったものから I で移ったものを引くんですけれども、実はこれは、このグラフが交差していると、負になります。この場合は、1から2を引くので、これ、負になるわけですね。で、この先ほどのグラフの辺が交差していなければ正で、交差していれば負になるというのにちょっと注意してください。で、このグラフの辺の交差っていうのは一度この痴漢が決まれば変わらない値を取ります。よってこの、このですね、シグマ、イプシロンか、イプシロンシグマっていう式の正負っていうのは、そのこちらのグラフの交差の個数が、偶数個ならば正で、奇数個ならば負という性質があります。で、さらにですね、これ、実は、今、こういうふうに掛け算が行われていて、全部これ、分数の掛け算っぽく見えるから、結果も分数になるんじゃないかって思いますよね。でところが、そうじゃないんですね。これ必ず整数になります。なんでかって言いますと、例えばここの最初の括弧の中に分母に 2-1 っていう数字があるんですけれども、これシグマっていうのは全単者なので、そうすると分子にもこういう 2-1 っていう組み合わせになるものは必ずこの分子のどっかに一つ存在するんですね。ですので、これ全単者だからこういうことが言えます。ですので、その 2-1 はこの分子のどっかにあるので、それが約分できるということで、これ全部この下にある分母ですね。この分母の全部の式のは、そのどれかが分子に1個だけ存在するので、だから分母のどこかと分子のどこかは必ずキャンセルできます。割り切れます。ということなので、この、符号っていうのは必ず整数になるということもわかります。ということで、整数になって、しかも、グラフの交差の個数が偶数ならば、プラス1、奇数ならばマイナス1ということなので、この、符号ですね、この痴漢の符号っていうのは、プラスの1かマイナス1の値を取るということが言えます。ちょっとこの、古代、この証明ですね、ちょっと、すぐには分かりにくいかもしれないので、またちょっと後で考えてみてください。
それからと、ちょっとこれは時間の都合で少し早めに事実だけ説明しますけれども、2つの符号、2つの置換ですね、この2つの置換に対して、この積の置換の符号は、それぞれの置換の符号の積に等しいことも言えます。それからと、この任意の互換ですね、互換の符号はマイナス1と、互換の符号はマイナス1ということも言えます。これが結構後でいろいろ聞いてくるので注意しておいてください。とりあえず互換の符号はマイナス1ということです。ちょっと証明はちょっと時間の都合でここでは割愛します。ということで以上のことからですね、この定理3の4っていうのが言えるんですけれども、これは教科書の70ページですね。置換シグマを互換の積で表した場合に、その互換の個数が偶数か奇数かっていうのは、その互換の積の標準の仕方に関係なく決まるということで、ひとたび置換を与えるとですね、その置換が互換の積で表した時の互換の個数は1位に決まるということを言っています。ちょっとすみません、この辺もちょっと時間的に証明は難しいんですが、一応これ後でその行列式の定義に使われる性質ですので、一応事実だけは覚えておいてください。ということで、その定義、今の定理ですね、その置換が与えられると、その置換を互換の積で表したときには偶数か奇数かっていうのは必ず決まってしまうので、それを偶置換、奇置換というふうに言葉で呼びます。この置換シグマが偶数項の互換の積で表せるときは、このシグマを偶置換と呼んで、奇数項の互換の積で表せるときには、このシグマを奇置換と呼びます。ですので、ちょっといろいろそうですね、これがなぜ成り立つかというメカニズムを理解するところは難しいかもしれませんが、とりあえずこの置換がですね、互換の偶数項か奇数項で表されるっていうことを今日は押さえておいてほしいと思います。で最後に、置換行列というのが一応ありますので定義しておきますと、これは、N 個数ベクトル空間の基本ベクトルですね。基本ベクトルによって、この置換によってですね、この数ベクトル空間がこう入れ替わるわけなんですけれども、これがその入れ替わった、この入れ替えを表した正方行列のことを、置換シグマに対する置換行列というふうに呼びます。で、ちょっとこれ今、分かりにくい概念だと思いますけれども、これは多分この行列への作り方の具体的なやり方については今後ですね多分線形代数2の方になると思うんですが線形写像を勉強してそれから線形写像の行列表示というのを勉強したところで詳しく学ぶと思いますので、その時によく確認しておいてください。はい、ということで今回はですねこの置換の概念その定義その性質について、説明をいたしました。で次回はこの置換の性質、定義を踏まえまして、行列式の定義と展開ですね、それから行列式の定義、性質について学びます。教科書ですと、セクション 3.3 から 3.4 に行きますので、確認しておいてください。それでは以上で、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。